まろ YouTube。 どうもヒカキンです。いやヒカキンさん、今日もまたよろしくお願いいたします。じゃんけんタイ、最初は、じゃんけんポポポポポポ、じゃんけんポン。俺の勝ち、負けは次につながるチャンスです。ネバーギブアップ。ほな、いただきます。いや、ケイスケ、ホンダにじゃんけん負けて発狂しないでくださいよ、ヒカキンさん。はい、こんにちは、シャタケです。今回はですね、一番下のね、バーナー見てもらえれば、特訓 1.5 倍プロスペースタ、さらに、ありました。お一人様5回限り2000万ダウンロード10連福袋、来たということでお知らせ見ていきましょう。お知らせに来ました、10連購入5回目でしたね。なんか4回、3回とかにね、いう希望があったんですが、5回目 S ランク選択契約書、2000万ダウンロード福袋付き、2000万ダウンロード突破記念10連福袋、2000万ダウンロード突破4連福袋が開催いたしましたと。で、お一人様1回限り無料で引ける2000万ダウンロード突破10連プレゼントスカート開催中。で、プロスペ交流戦も来ました。特訓 1.5 倍も来ました。エナジー、980で110エナジーも来ましたということで見ていきましょう。10連、まあ、購入スカウトが開催中、注意、本スカウトから2019 OB 選手の、選手は登場いたしません。プロ野球スピリッツエースの2000万ダウンロード突破に、感謝を込めて特別なスカウト、2000万ダウンロード突破記念10連福袋、2000万ダウンロード突破記念4連福袋開催中。さらに10連スカウトご購入5回目には、中対象選手の中から好きな選手1人選べる S ランク選択契約書来ますと、2000万ダウンロードがおまけとしてついてきます。10連スカウトの購入限定特典は、10連スカウトをお一人様5回まで、変えていって、1回目が S ランク選手、2回目が A ランク以上選手1人確定、3回目が S ランクチーム選手1人確定、4回目が A ランク以上で、5回目がですね S ランク確定ではないんですよ。だが、選択契約書が来てつきます。で、実質もらえるのが、2枚と、2000万ダウンロード突破記念4連福袋、 A ランク以上自チーム選手1人確定、まあ、あるんですけど、これを引く人はほぼいないかな。で、S ランク選択契約書について、まあ、書かれていますと、昨日動画見てない方は見てください。まあ、そしてですね、お一人様1回限り無料で引ける2000万ダウンロード突破記念10連プレゼントスカート開催中。これね、明日にね、動画しようと思うんで、まあ、ぜひともね、チャンネル登録、高評価してみてくれればなと。2月10日月曜までと。この辺りでベストナイン対応が来るんじゃないの、まあ、予想をしております。私、阪神純正の方もやってるんですけど、まあ、阪神純正の方にとうとう課金しました。ほんでね、めちゃめちゃ欲しいのが、青柳選手、んで、藤川選手を持っています、岩崎選手、で西投手、まあ、選択役者ね、ちょっと取ろうか迷っていますので、ドリス選手、どっちかね、取りたいよね、西投手か、ドリス選手を選択契約書、まあ、2800の400アップ、3200のドリス選手、リアタイでも使えますし、まあ、リーグオーダーとしても使える、シルエットになる前に欲しい選手である。近本選手もおるんやけど、 A ランクがね、ちょっといないんよ。で、近本選手も欲しい、高山選手も欲しい、で、糸井選手も欲しい、超2800かな、これ持ってんで、まあ、すぐさま極みして3200の選手。で、島本選手も欲しい、ガルシア選手も欲しい、原口選手も欲しい、高橋春人選手も欲しいと。まあ、選択契約書を狙うとしたら、まあ、西さんか土井さんのどちらかにしたいなと思います。で、今のね、我が阪神の状況なんです。今ね、左のテレビで阪神のキャンプ見ています。いや、阪神、大山選手のね、ホームランが超絶かっこよかった。いや、見てたんよ。ボコーンって、レフトのね、方向に打球が行った時も感動しました。大山選手、今年の4番、打ってください。で、まあ、今、我が阪神のね、現状オーダーなんですけど、中谷選手、近本選手、糸井選手、大山選手、北条選手、糸原選手、まだね、ロサリオ選手使ってます。梅野選手。で、ベンチに、マルテさん、上本さん、木浪さん、ナバールさん、高山さんと。で、投手がですね、まあ、全然いないよね。プロスペースさんの A ランクと、岩佐さんの3000が入るんで、まあ、高橋、じゃあ、青柳選手かな、変えて、メッセンジャー投手、まあ、シルエットになるんですけど、持っていて、岩田さん、岩崎さん、秋山さん、高橋アルトさん。まあ、西投手入れたいね、この辺り先発。で、中継ぎ陣はね、結構いいよ。ジョンソン投手もね、シルエットになる前に取れて、で、ドリス選手。あ、3100持ってた。あ、やっぱり選択契約書を西投手にします。で、藤川投手、桑原選手、モレノ選手、青柳選手と。今の阪神オーナーの現状です。ということでね、生放送で10連を引いたんで、まあ、10連の動画から見てください。どうぞ。はい、ということでね、こちら動画の方になりまして、生放送だけで先にね、10連引こうと思うんで、この10連ガチャの動画を見てから、20連、30連目、40連目、50連目見てほしいなと。ということで、10連ラストありがとうございました。279名の方、この後動画に進んでみてください。いく、阪神純正なんで、阪神頼む。マジでね、福袋純正神やから。お願いします。お願いします。阪神ください。無料10連もね、あかんかったんよ。頼む。うわぁ、ちょ、待って、渋いって。なんで渋いの、こんなに。
木崎降臨しないよ。なんでよ。いやマジで木崎降臨。よし、木崎降臨。わあ、杉谷さんおめでたい、おめでたい。杉谷さんデスパイネいいね。幽閉マルテ、いやーもうこれラストパターンやね藤岡さん。俺言うのフロントガラス男、いやーラストパターンやね。おお金子さんということで、10連ラスト S ランク契約書引きます。おー、はい、ということでね、10連動画終わって、まあ出なかったんですけども、後でちょっとね、選手5人多分揃うと思うんでミキサーしたいなということで20連目いきます。阪神の選手マジでね、阪神純粋の方めちゃめちゃ今楽しいんよ。ということで20連目いきます。いや頼むマジでお願い。いや懐かしいねこの演出。いやいつのやつ、2015年から16年にね使われたガチャ演出なんだけど、めちゃめちゃいいねこの演出。懐かしいわー。いかないか。菅野投手、加藤選手、京田選手、森保、Sランク、田原選手、松田亮、おお阪神の選手出ました。リール選手、涌井選手、ワクワクさん、今ワクワクします。吉田選手と、まあ20連目さん来てほしかったけどね、来なかったね。ということで30連目2チーム、いや、ここでね、西投手出れば、いや、原口選手も超2までできるんで、頼みます。30連目2チーム、阪神契約書、課金しないで頼むよ。マジで、お願いよ、お願いマジ。いや、これも懐かしいね、めちゃめちゃ懐かしい。木崎公認、頼む。いや、お願いします。ドロッポーン、てか、閲覧クイーンズ、かっこいい。え、こんなんやったっけ。どの上選手、2枚抜き自陣まで、おーおーおお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 お藤川球児は違うって TS の方持ってる。3100アップか。 TS の方のね989持ってるんで、9、あでもタイピンチ持ってるんか。とりあえず保留ですね球児さんは。ということで、40連目いきたいなと思います。ここで S ランク出ないとミキサーできなかったかな。お願いします、頼む頼む、お願い、マジでお願い。ファイヤーアラブ首長国連邦からの、厳しいって、渋沢栄一やって、渋沢、渋沢渋子や、頼むやって、マジでお願い、パリッ木崎氷。え、嘘でしょ、嘘でしょ、厳しいね。石田選手、いやオープン戦もね始まって、もうすぐ、侍ジャパンのガチャも来るし、ベスト9タイトルホルダーのガチャも来ますぞ。頼む国吉選手、エース三谷銀城選手、A ランクの、A ランクの自チームさえも出ないの、木村選手。おー、由伸投手か。阪神の方からが欲しかった。ということで、ラスト選択契約書の S ランクはないんですけども、おまけ付きでもらいますと。頼む、S ランク来てくれ。原口さんぐらい来てください。お願い、マジで。お願い。原口さん、頼む。原口さん。おー、いいよ。頼む。パリン、木崎降臨。木崎降臨して。頼む。フロントガラス男、パリン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 、嘘でしょ。外、鬼は外、昨日ね、鬼は外って言いました。いやーよく出るねこの人。千賀滉大投手、いやマジかーにこれは厳しいね。厳しすぎるわさすがに。ニールさん、うわー西川選手 S ランク2枚か、マジで言ってんの。見てきましたエナジー1、その前にわあミキサーで、あー選択役所の前にミキサーしたいなと思います。 S ランク A10% とゴルチケ、頼む S ランク出てくれ。藤川さん使いたくない、頼む。あ、ちょっと待って、音量、音忘れてた、だる、音忘れてた、いや興奮しすぎて音忘れてた、だるすぎうち。もうべシャイニングスター流すしかないやん。だるすぎうち、完全に音忘れてた。 S ランク頼む。藤川さん使うか、
小林誠二。いや、音忘れてたってだる。まあ、洗濯役所引く前に、ミキサーでちょっと、誰か当てたいなと、藤川選手を、まあ、3100持ってるんで、藤川選手、太田選手、吉田正尚選手、佐野選手、梅野選手、これらを、ミキサーしていきたいなと思います。狙いは、まあ、持ってない人やね。頼む、阪神女性。いや、原口さんとか来てほしい。マジ頼む。てか、音やってんの忘れたって。サンライズかベコを鳴らしてこないから、シャイニングスター。優勢このこといいよ、ホームランで逆転するチャンス。いや、でも西投手来たらね、選択役所迷うんよ。西かドリスさん、原口さん。いや、ガルシア投手が欲しい。ガルシアさん、マジお願い。ガル、ガル。おお、やった。よっしゃ、ドリス。よっしゃ。よし、まあ、100上がるけども、3200のドリス最終的に。できたんで、よし、オッケー。よしよし、ドリスさん、育成して、ラストね、シルエットなる前に3200にしたいなと思います。3200持ってたんやね。ということで、選択契約書は、西投手。おー、いいね、狙い目が。阪神純正の方で、引きたいなと。うわー、来た。いや、どうしよう。いや、でも先発いないんで、西投手にしとくか。ガルシアさん、中継ぎ枠、まあ、球種も多いし、変幻自在4位としても、やっぱりエース級である西投手。まあ、取っていきたいなと思います、選択役所。いやー、マジで。あれはね、取れなかったよね。まあ、無課金でやってなかったんで。西投手、カモン。よし、これですぐ調合。先発にね、全然おらなかったんで、メッセンジャーの代わりに入れたいなと思います。いやー、来た。西投手。調合すぐして、まあ、得点 1.5 倍も来てるんでね。いやー、マジで阪神純正の方に移行する可能性もね、なきにしもあらずやから。カモンベイビー西さん。ありがとうございます。いいね。いや、エース級の西投手取れるのは嬉しいね。よし、これ育成します。いや、これで結構大きくなったね。岩貞さんのね、ローテーションチャレンジャー覚醒でも先発入れれるし、これ68,000。メッセンジャー投手かな。ここで入れ替えて、西投手、もう超5までいけるんでね。S ランクの、僕は西投手を入れると。よし、いいよ。で、まあ、ドリスさん3100か、3100、まあ、100アップのドリスさんを入れると。いや、いいね。青柳選手のとこに岩貞さん入れるか。いいね。保存しておきましょう。これで、純正も揃ってきました。いいね。糸井選手とか欲しいよね。2800なんで。オートセーブはせずリセット。はい、ということでね、まあ、50年センター契約書。課金の方はもうオープングラウンドまで待った方がいいかな。純正はまあ、必ずっていう、まあ、引いてくれた。純正はね、マジで引いた方がいい。両ガチャ、神ガチャなので、ぜひともね、まあ、次は無料ガチャかな、明日すると思うんで見てくれればな、ということで今回は以上。